原城は長崎県南島原市南有馬町大津にあった日本の城である。国の史跡。別名、春城、四次紀元城、日暮市城、有馬城。2018年6月30日に世界遺産登録が決まった長崎と天草地方の潜伏基地主壇関連遺産の構成遺産である。島原半島の南部に位置し、明王五年、日野工場の市場として、 有馬基準によって築かれた。有明海に張り出した丘陵にあり、本の丸、二の丸、三の丸、天草丸、手丸などで構成されていた。有馬氏が、日向国の岡城に天保となった後の、元那2年に、松倉重政が、日の工場に入城するが、一国一条例の影響も、あり不便な日の江城を放棄し、島原城を築城した。この際に、原城も、廃城となり、 石垣や構築物も,も転用されたとされる。寛永14年から寛永15年にかけての島原の乱の後に、幕府は現状石に残存する石類などの破却を行っている。1938年、現状石は国の史跡に指定された。発掘調査の際には、残殺された一騎軍の遺骨や鉛の弾丸、クルスのほか、万人公が出土している。 2017年4月6日、俗日本百名城に選定された。原名の一国一条例で廃城となった原城で、1637年に島原の乱が勃発した。島原藩主の松倉重政、勝家氏は、島原城建設による出費などの財政逼迫により、火星を敷き、また、過酷なキリシタン弾圧を行ったことにより、農民一揆を引き起こした。 この一騎は、島原半島のみならず、天草にも飛び火し、島原城、富岡城が襲撃された。しかし、工場はうまくいかず、やがて一騎の群衆は、天草の一騎群衆と合流、廃城となっていた原城に、約3万7千人が立てこもった。そこで、小西行長の家臣の子孫と言われる、天草四郎を総大将とし、組織立った、を展開して、 幕府軍と戦闘を繰り広げた。一気軍の3ヶ月に及ぶ牢状には、推理はあったものの平坦の補給もなく、弾薬、兵糧が突き果ててきた。対する幕府軍は1000人の戦死者を出しながらも荒手を投入し、ついに1638年4月11日から12日にかけての総攻撃で一気軍を全滅させた。幕府軍の記録によると、一気軍の中で、 幕府軍に内通していた山田絵も作だけが除名され、その他は老人や女子供に至るまで一人残らず皆殺しにされたという。幕府軍の総大将であった松平信綱の子、松平照綱は、島原天草日記の中においてこの時の様子を、甘草へ伝え、道女の輩に至りては、喜びて残罪をもうむりて死なんとす、これ平尾人心のいたすところに、 ひらず、彼衆門にひたひたのゆえなりと記し、一騎軍は、殉教を重もんずるキリシタンの信仰ゆえに全員が、喜んで死を受け入れたとする旨を語っている。幕府軍は、乱の終結後、再び一騎の拠点として使用されることのないよう、原城を徹底的に破壊し、虐殺された一騎軍3万7千人の遺体は、廃墟となった原城の敷地内にまとめて埋められた。 その一方で、島原藩主の松倉勝家は火星により、乱を引き起こした責任から、罪人として、大名としては、前例のない残首に処せられた。原城古行以降原城がわらへん1990年から、発掘調査が開始され、破壊された城の残骸の中に、大量の人骨が発見された。人骨と同時に、当時の十字架やメダル、ロザリオ等も発見された。 2000年の調査では国内最大級となる古行遺構が確認された。古行の空間は南北90メートル、東西80メートルのほぼ正方形であった。発掘当初の予想を超える規模であり、全国的に見ても最大級の古行となる。また、木内の出通路には玉砂利が敷かれていることも確認された。2004年からの調査では、 当時のキリスト教関係施設に使用されていた花十字門瓦原の破片も発見されている。キリシタン大名が所有していた城郭からの初めての出土となった。本丸西側からは立てこもった一機軍が使用したと推測される縦穴建物跡群が検出された。一辺が約2から3メートルを測る方形の縦穴建物跡で床面は焼けており、中からは 多くの陶磁器や瓦、人骨などが出土した。縦穴建物跡群は、規格性があり、同一集落を基本とした、家族単位で使用したと考えられている。さらに冬場の牢場であるにもかかわらず、縦穴建物では、個別に牢やかまどといった暖房や煮滝に関わる遺物や、遺構の痕跡が見つかっていない。それらのことから、牢場中に出火で火災を起こさないようにした。 大名軍勢並みの軍機の存在を物語ると言える。検出した石垣は、慶長年完全期の豊臣形状格の影響を色、濃く受けていた。石材の大きさは、長軸が80から120センチメートル前後になる、米サイトを主体的に用い、裏米石には主に玄武岩のつぶ手が使用されている。石垣の傾斜角度は56から65度を測る。 緩やかな勾配をとっており、それぞれの石材の角度調整を行いながら、高石垣の構築を施行する傾向が現れている。本丸石垣の偶角部の角石には、活面石を用いており、や痕跡を残す活面石が相当数混在している。これらの調査結果から、当時の原城は廃城とはなっていたものの、石垣や城門、櫓等の防御施設が存在しており、 現在の姿となったのは、島原の乱後の破却によるものと指摘されている、島鉄バス原城前橋バス邸から徒歩15分。ありがとうございます。